86のエアロ、かっこいいよね。うん。再現したくなるよね。うん。そうだよね、めちゃくちゃ再現したくなるよね。再現したくなるよね。こんにちは、エチゴです。あのさ、ソチャバンやるから視聴時間短くなるんだよ。いや、そこまで褒めなくても。毎回毎回お久しぶりって言ってる、マリサです。今回はヒロトさんと、ホウオさんと三角ドライブをしていきます。おお、今回はゲスト豪華なんだな。目的地は山岳地帯、予定通り、そこから少し走る予定です。あのさ、山岳地帯に行くのにこれはどういうこと？今回のドライブは山岳地帯、なんですけど、なんでか私は車だか、単の86にしてしまってですね。あんたカーシュに何年やってんの？4年くらい？そんなにやってるってにミスの仕方が、カーシュについた決めなのよ。話を戻しまして、山へは空港方面から折り返して、まっすぐ行く感じになります。今更だけど、ホウオさんとコラボするのは結構、久しぶりじゃないか？オープニング以来かな？ヒロトさんに関しては初コラボですね。あとピーサー、ヒロトさんはトップの塔に投稿されているのだが。動画の上部分に、ホウオさんとヒロトさんのチャンネルに飛べるやつ貼っときますから、見てみてくださいね。ここで重くなってスマホも介護になっているので合宿を落としました。スマホ爆発しそうだったもんね。いや、そのはどっからどう見てもわざとだろ。エチゴです。エチゴはランクルに変えました。カットしてるけど、さっきランクルでもスタックしてたよな。なんで言ったんですか。言わなかったら割れなかったのに。ここでスマホが比較的冷えてきたので合宿を上げました。撮影中、カクつくのはどうにかできないのか。いやー、これがバッテリー交換とかソフトウェアアップデートとかしてるんですけど改善しないんですよね。そもそも撮影自体オンラインプラス高画質は通ったんですから仕方ないんですよね。あと、これは何？ああ、これは何にも使えない Mac の部分の有効活用しようとしてドライブシリーズのロゴを作りました。本当にどうでもよかった。埋まってるんですけど、どういう状況？どういう状況パート2？
も数えていいんじゃないか。いやほんとすいません、狭いところで急ぐと滑るんですよ。山はランプ台じゃ。今回の動画はこの辺で終わりにします。チャンネル登録と高評価をしていただけるとモチベが上がるのでぜひお願いします。ぜひホウオさんとヒロトさんのチャンネルも見てね。それではまた今度。